まあ、あの先週ある訴訟についてですね、まあ、注目の発言というか展開があったんですけど、はい、まあ、その訴訟というのがまあアベノマスクについての裁判でして、まあ、この番組ではアベノマスクについては何度も取り上げてきてですね、はい、まあ、僕の家にはまだ届いてないと、今日こそ届くんじゃないかという話をまずっとしてましたけどはい、はい、まあ、まだ増し続けてはいるんですが、まあ、あのマスクについてまあいろんな論点争点、まあ、残されておりまして、まあ、まずこのアベノマスクについておさらいをしておくと、まあ、新型コロナ感染の直後にですね、拡大直後に当時の安倍首相が配布を決断した布マスク、まあ、結果的にほとんど使われなかったマスクでですね、まあ、政府が400億円かけて約3億枚を調達したと。で、当時の安倍さんの側近の官僚がですね、安倍さんに対してこれ全国に布マスク配れば不安はパッと消えますからっていう発言があったっていうことを聞いて、みんな不安になったということがあったわけなんですけど、で、まあ、これを配布したことによってですね、市場の価格が安定したっていう見方で無理やりあのマスクを肯定する動きっていうのがこれずっと残り続けてるんですが、はい、使わないものを配ったことを肯定するのはなかなか無理があるなと、まあ、市場メカニズムを使ってこう業者がストックしてたのを解放させたっていう論理なんですけど、はい、まあ、ちゃんと振り返ってみるとですね、当時の安倍さんが何ていうふうに言ってたかというと、これはもう洗剤を使って洗うことで再利用可能ですと、なのでこれを使うことによって有効ですというふうに言ってたので、まあ、あくまでも繰り返し利用する使用するってことを前提で配ってたということがわかるんですが、はい、あの岸田首相、まあ、前首相ですが、岸田さんが首相に就任した直後もですね、アベノマスクについてはこれ配布したことによって流通が回復したという、まあ、この論理をまずっと続けてたんですが、はいはい、まあ、その、まあ、岸田さんが就任した直後にですね、約8000万枚の在庫があるということが明らかになりまして、まあ、それをもう配布しますよと、それを募集したらばですね、まあ、最終的に2億8000万以上の、まあ、配布希望があったということで、はい、当時の松野官房長官がそれはまあ明らかにしたんですけれども、当然再配布するだけでもものすごいお金かかるんで、まあどうなるんだと。で、当時、まあ安倍晋三元首相がですね、あの自民党内の部会で、あ、なんか希望者募ったらいっぱい来ましたよと、はい、早くやっといたらよかったねっていうふうに言って、まあ笑いに包まれたみたいな記事があったんですけど、いや、それ全然そのタダで配る、全然違うと思うんですけど、みたいなことがあったわけなんですが、で、その、まあ、残されている問題というのはですね、まあアベノマスクの調達について、業者との契約過程というのを示す文書を開示するように求めているという裁判がありまして、まあ、この裁判を起こしているのがですね、まあ、この自民党の裏金問題で、まあ、ずっと名前が上がっている、そしてこの番組もよく出てらっしゃる上脇博士、教授ですね、で、この裁判における証人出廷というのが先週15日にありまして、これ複数の省庁にまたがっている合同マスクチームというのが当時あったんですが、まあ、業者とやり取りしていた職員などが、まあ、証言をしたと。で、そこで何と言ったかというと、やり取りは口頭が基本で文書は残してないということを言ったんですね。で、これ、まあ、朝日新聞の記事から引用しますと、経産省からチームに出向した職員は、募集に応じた業者からはチーム宛に電話やメールが毎日のように来ていたと説明。ただ自身が受け取ったメールは容量が限られているため 2,3 日に一度消去し保存していないと証言したと。原告側から業者選定のためにやり取りした記録、やり取りを記録しておかないと不便ではないですかというふうに問われると、いちいち文書を作っている余裕はなく、上司が近くにいるときに口頭や価格、数量、納期などを報告していたというふうに記事があるんですけども、まあ、なかなかびっくりしますよね。まあ今これ聞きながら、まあパソコンで仕事されている方もいらっしゃると思いますけど、容量が限られているためにメールを 2,3 日に一度消去するっていう仕事をしている方はまあ誰もいないと思うんですよね。もし映像素材とかですね、とてつもなく大きなあのデータをやり取りしている人がいたとしたら、まあでもそれ、そういう方がいたとしても、まあ別にファイルに保存をしておくっていうのが基本だと思うんですが、で、この何か物を発注するときにですね、上司が近くにいるときに口頭や価格、口頭で価格数量報告していたから記録していないっていうのはなかなかありえないですよね。口で言ってね、まあ、今度あの浜祭りでゴールデンラジオもそのお薬缶みたいのを販売するということですけどね、関係数、まあ、どれぐらい発注してどれぐらいお金かかってるかっていうのを口頭でやってたら、まあ相当やばい会社だと思うんですけど、さすがにあの数値はこれぐらいで、これぐらい売れれば儲かるぞとか儲からないぞっていうのはあると思うんですが、まあこれ、まあそれ企業がね、もしやってるんだったらそれはまあ企業の体質ですけれども、まあ今回のこういったものってのは当然税金が使われているわけなので、より透明性っていうのが求められるわけですよね。で、当時、まあ思い返してみると、このマスクを作った会社がなんでそこの会社が選ばれたっていうのかが、なかなかこうあまり活動実績が見えない会社だったっていうことが問題になったりして、それがまた実態が明らかになっていないという状態なんですね。で、昨年この上脇教授の裁判によってですね、まあ、国が開示した調達業者ごとの単価とかですね、発注枚数っていうのが明らかになって、これはまあ税込みの単価がですね、165円から168円で、まあ業者によってですね、まあ契約時期
によって結構差があったということが明らかになったんですね。それってまあ想定されるのは、まあ業者からのいいねでですね、まあこの値段でっていうふうに言って、OK ですっていうことで決まったんじゃないかっていうふうに思われているので、まあ当時の裁判でその上脇教授が、まあ契約を検証して、政府は契約を検証してですね、まあ業者との交渉の経緯っていうのを明らかにする必要があると、まあ当然のことをおっしゃってたわけなんですね。はい、で、こういうこう、まあアベノマスクの話をね、今すると、まあ今頃かというふうに思われる人も多いとは思いますけれども、まあこういった流れ、つまりこれにいくらお金かかったんですかっていうふうに問いかけて、なかなかそれが答えが出てこずに、なんとなく曖昧になってるっていうことっていうのは、まあこの、まあ新型コロナ感染拡大以降もそうですし、まあその、まあ10年なのか15年なのか、まあずっとこれまで続いてきた政権で割と繰り返されてきたことだとは思うんですよね。で、まあ今週末がいろいろこう選挙で、いろんな、まあさっきのね、マイナ保険証の時にも話しましたけれども、とにかくまあアピールはね、こういろんなドリームプランが並んでますけれども、それを比べてどこに投票しようっていうふうに考えるのもいいんですが、まあこう何、それぞれの政党が何をして、何をしてこなかったのかっていう、この、これまでやってきたところをこうチェックするっていう着眼点を持たなくちゃいけないなっていうのは、それこそこういうようなですね、まあアベノマスクは全部データ残してませんでしたんで、よろしくどうぞというようなことを聞かされると、ああなんかいろいろとあれこれ思い出すなという、現在ではございますよね。アベノマスク小さかったよね。いや、僕が届いてないから分かんないです。小さかったんだよね。小さかったんだよね。これで、官僚の人か閣僚の人かして、安倍さんだけしてて、他の人のマスクがみんなでかくて、後ろの人も一生懸命その安倍さんの調子に合わせてした人が、ちっちゃいマスクした人が何人か後ろ歩いてたっていうのは記憶に残ってますからね。以上、だけどもっと言いたい放題でした。次を行います。田島麻衣子さん。立憲民主社民の田島麻衣子です。はい、田島麻衣子さん。はい、次にですね、いわゆるアベノマスクについて伺います。3月上旬をめどに配布希望をお申し出られた方への配送を開始すると、締め切りは1月の28日です。厚生労働大臣伺います。これまでのアベノマスク配送規模、申請総数と、それから10億円とも一部報道に出ております配送費用、またこれまでに配送されたマスクの数をお教えください。はい、後藤厚労大臣。まず配送希望の総数でありますけれども、申請総数は37万件でございます。それから費用でございますけれども、今年度の費用ですね、今年度の費用については保管費用が 3.6 億円、配送費用については今後ともどのように希望者に対する配布を行っていくか、集計作業とまだそのやり方について検討でございますので、配送費用については今作業中で現時点でお示しすることはできません。ちなみに令和2年から3年3月までについては、調達に400億円、配送に41億円、検品に7億円、保管に6億円、その他費用に45億円で、合計で約498億円となっております。合計で498億円、非常に多いなと思いますけれども、今会計検査院にお越しいただいております。会計検査院は昨年の秋にですね、この検査をしてらっしゃって報告書を出してますね。昨年の3月末時点で結構ですので、厚生労働省が調達した数、配布した数、それからですね、これまで答弁してきた在庫枚数、こういったものを教えていただけますか。山口徹会計検査院第二局長。会計検査院におきまして、布製マスク配布事業につきまして検査しましたところ、厚生労働省は合計2億8741万4枚の布製マスクを調達しておりました。確認できた資料によりますと、令和3年3月までに合計2億415万4枚を配布しておりました。また、厚生労働省の令和3年3月末時点の布製マスクの実際の在庫は8272万4枚でございました。また53万枚という台のスライドがございます。今、会計検査院がお答えいただいた数を入れてるんですね。これ普通に考えれば調達から配布を引くと在庫になると思うんですが、答弁上の在庫と枚数がかみ合いません。差額は53万枚です。これはですね、大体箱にすると
650箱ぐらいになると思うんですよね。ものすごく大きな数のアベノマスクが消えてしまってます。これ会計検査院ご存知でした？会計検査院は布製マスク配布事業の実施状況等につきまして、厚生労働省や同省の契約の相手方でありまして、実際に布製マスクの配布等の事業を行いました日本郵便株式会社から提出を受けた書類を精査するなどして検査したところでございます。委員お尋ねのように、検査報告に契機しました厚生労働省のマスクと調達枚数、厚生労働省のマスクの調達枚数と配布枚数を差し引き数などした枚数と検査報告に契機してございます在庫の枚数に差異がある状況でございます。このような差異につきまして確認しましたところ、配布枚数につきましてはそのすべての記録が正確に残されているわけではなかったことなどから、必ずしも正確の枚数が確認できるわけではないなどの事情があったものと承知しているところでございます。当時の配送状況等を確認できる資料は限られており、残された資料に基づき配布枚数等を検査したところでございますが、当該資料以外の記録が保存されていない状況におきましては、これ以上詳細な配布枚数等を確認することは困難であったということでご理解をお願いしたいと思っております。ちょっと今の答弁私驚きましたけど、記録残されていない、わからないということなんですね。これですね、私考えたくないですが、理由として納品されていないのに支払ってしまった、また納品はされているけれども保管中に何らかの理由なくなった、私横流しなんて考えたくないですが、これ厚生労働省のメンツに関わると思うんです。厚生労働大臣、この53万枚なんでなくなってしまったとお考えですか？現状の在庫枚数よりも実際の在庫枚数が53万枚少ない状況であるというのは事実です。こうした差分について原因を正確に特定することは今大変困難な状況でありますけれども、当時令和2年度でございますけれども、少しでも早くに国民の皆様にマスクをお届けするということで、毎日も全国の作業拠点で並行して、大量のマスクの納入、梱包、配送といった作業を行っていたところ、こうした作業の過程において配送枚数の集計のずれなどにより生じたものではないかと推測されます。本当に大丈夫なんでしょうか？国民の血税を使って買ったアベノマスク53枚目になくなってしまって、それを探す検討する方法がないということなんですね。これですね、アベノマスクの意思決定もよくわからない、調達プロセスも非常におかしい点があったことは過去の予算委員会指摘されております。品質管理にも大きな不備がありました。委員長にお願いします。これですね、専門家を含んだ第三者による独立した調査を求めます。お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。もう一度専門家を含んだ第三者による独立した調査検証を求めます。お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。後日理事会で協議をいたします。田島麻衣子さん、はい、ありがとうございます。次に小学校対応等休業助成金伺います。個人が申請したものというのがこれなかなか支給されていないんですね。証拠